と、ワイルで、それをこう、なんかベルト、ヘルスとか、これ、これ、ちょっと脇腹を縮めて、こう、ちょっと縮めて、で、ベルトを取る。で、さっきの手を頭の上に。首で返るみたいな、こっち側は止めて、この肩をすぼめていって、ひらちゃん、何時も俺ちょまない。これで、今この時に、これ体の特徴なんだけど、もう一度、筋肉は違いますね。とっても今こう、胸の筋肉がガンとついて、こうやって、で、こういう動きちょっと動きづらいかもしれないね。かすむ時に高いさ、こっちに。で、今この腕の振りをこういうふうに持ってきてても、これできれば、理想的にはこの腕の骨と肩甲骨、それが全部一緒に動いてほしいんですよ。肩甲骨の動きで見ますね。肩甲骨が張りな、張り、背中が背中、このくらいと兼ねるぞ。そうですね。で、そう、よくなった。そうです。さっきは、最初に、ここを中心に腕が動いて、上げる中心をパリに動いていく。その後に肩甲骨が動いていく。なので、常に腕は肩甲骨が一体で動く。ただ、背中に動いていく。この運動場の話で、うん、そうそう、ここで針や開くことも OK。 そう、そう、うん、これね、とっても大事なことで、選手の場合ボールを叩くときに、うん、例えばロボットですよ。ロボットで、ここは鋼鉄でできる。いや、鋼鉄でできるんだ。そうすると、歩くとしたらここに飛んだからで、ここでしか腕を振れない。右の負け、負けが出てきたんですね。ロボットを倒したロボットに関してコンソールディスターでも体力を感じるんですよ。ここで、ここは、まあ、要は硬いってことだよ。体が硬いってことだよ。ああ、違う、うん、だとしたら、ボールを投げるときもここでしか振れないから、ここなので、ここを打つけど、威力負けが出てきたんですよ。硬いですね。で、そうすると腕の振りの半径っていうのはここからここまでしかない。할수있는여기서도여기밖에없을수있어쓰지않습니다여기서여기밖에네근데인간은사람하고여기움직일수있습니다근데そこが動いていった時に腕の振りの範囲、腕の中心がさっきはこっちだったとこっちにできる。여기움직이면서아까여기왔는데여기를수있습니다그라브가할때그렇죠そう、こっちを中心にして中心の胴体がこの方に動けたところから例えば、相撲のところ胴体がこうやって上に振れないと三世が辛くていいことですね。そうで、そこが動いてくれるとここの腕は全く力を抜いていてもこれ時は無事に辛く筋性と逆に言ったら、ここが硬くて動かないと腕の力抜いたら腕が上がるんですか。でも、腕が硬くて腕が上がるとプリスはそうだったら、ね、そうすると腕の力に頼ってこうやって始まるから、だからなるべくここが動いていって動いていって、でこっちがこういう動きというのをこっちが中心で動いていく。人間で一応中心をつける。 それにはここは中心でやることが中心になる。結局その時は首が遠くに立って下げて分析してくれさ人間を壊すんだ。で、今またこれそのすぼみをしっかりつける戻して、戻して、そう、あ、決まるだけでしょ。で、それで、カッ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 そしたら、さっきと同じようにします。垂らしておいて、ここで
그리고근데근데뭐원래는택이만このフィニッシュの体勢からフィニッシュの体勢がこっちのなり向こうの肩だと胸開いていってこれじゃあ手腕伸ばすとこれリリースですよ。でリリースさせるこの位置という位置がでっていうことは、ボールを離すときにはもう左肩が裏側の肩この股関節も全部動き終わってこう閉じてるこれが運動が끝났으면끝났으면この運動が끝났으면そのぐらい先にこっち側っていうのが動いてる。그냥너랑먼저이쪽은완전움직이고있습니다もっと言ったら投げるところよりも前もだってこのぐらいのとこもここまで来てる。던지전에이미여기움직이끝나있습니다じゃあ俺が기본자세いやこれ必要がある이렇게필요성이있습니다먼저던지전에そのぐらい先にこっち側を叩き始めるこう그정도로빠르게먼저で、そこまで切るためには、ここは柔軟体質に。で、くげてるためには、やっぱり柔軟体質が必要です。かもし固まっていて、でも無理やりこれ持っていこう、形がここまで持っていこうすると、先に複雑にしていた方がこうやって空間に行かない。それが無事にじゃない先生さん、やめるチロコメで、パロマンです。それで、こっちがやればいい。で、こっちが、こっちが、こっちが、そう、それで、あとはスモーク。Thank you.